どうも、ありがとうございます。ちょっと前々からやりたい企画がありまして、なんて言いますかね。なんて言えばいいやろな、これ。というわけで、今回やりたい企画はですね、バレずに企画を進行できるかー。はい、ということで、もうなんか俺ってスイッチがね入ったらめちゃくちゃ分かりやすいタイプなんで、狩野さんコンビニ行くんですけど何かいります？え、ジュースみたいな感じで声の発声がもう根本違うんですけども、だから俺がさ「というわけで」とか言ったらみんなもう「あ、カメラ回ってる」みたいな感じに思うわけですよ。で、どうやったらそれを回避できるかっていうとですね、ちょっと考えたんですけれども、例えばメントスコーラをやりますってなったら「どうも春雨で狩野です」っていうのを言います。みんなの注目が来たらで、1分後か2分後に「というわけで今回は」みたいな感じで一言ずつ何分かごとに言っていったら、さすがにカメラが回ってると気づかれないです。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。 Make it possible with silent sugar step。 特に意味はない。違います。違う。皆さんのグリーンの T シャツ、これだ。この曲知ってるだって。これあの、マコ正解ね。タイトルと映像が違った。どうも、おはようございます。肌をです。どうも、おはようございます。肌をです。オレンジ、はい、いいね、いいね。ようこそジャパリパーク。ウェイカブ、ようこそジャパリパーク。おっぱいは？おっぱいは好きだから。おーみっきー。プロニル、プロニル。うわ、すげえ、これ、なにこれ、陽キャや。というわけで、それは、今回はあれ、でも結構、ああいう動画これ、あの、あのさんが歌ってくれていいか、なんか好きやってきた。というわけで、今回は俺たちが本物のティッシュボールを見せてやろう。さあ、なんか始まったよ。さあ、なんか始まったよ。カメラ待ってるもんと言うことじゃないか。分かったよ。え、アクセルシンクロンですか。いや、あの幽霊東京。幽霊東京、花岡は花岡はやめろって。花岡はさ、俺と趣味違うやから。俺と趣味違う。趣味ひどいやつや。イベントのゴミが。それは人生。あれは飛ぶんだ、いつ飛ぶんだ。いや、違う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 。いや、じゃあ1番から5番まであって、1番から5番まであるうちの4番、4番。違う違う違う、それはそれはあの時、そのあいつの男だから。違う、なんか欲しいな。でも、3歳の誕生日。あの枠に入れていきたいと思います。イエーイ。あの人どっち。お疲れ様です。お疲れ様です。一番内容濃いのが健康的なあだな。このタイミングでどこ行くの。あ、トイレットペーパー買ってきてほしい。運歩行したいな。お前がうんこ。それは音楽記号なんだな。レンタルカード。レンタルカードの定義ってなんですか。俺でもさ、普通に魚になってからロープショーとかない。カワズリとかしとったら急に女の子連れてこいつ全裸やったみたいなのが一番興奮するから。そっか、何のエロ漫画。何のエロ漫画。まあマグロっていう感じじゃない。ああ、それをしたら俺が裁かれる。おい、ありがとうございます。すごい。ハグキスもダメですって書いてます。
ハグキスダメだ。はい。いや彼女じゃないよ。絶対その量いらんでしょ。じゃあ次は、さすがに3本は無理、ほんまに。それはそれはおもんない動画になる、ただの。あると思うけどな、多少は。いや無理無理、マジでそれはやめてた方がいい。は？普通に座っただけやから。お前何汚すとかじゃない。叩きつけるじゃない。叩きつける練習率悪いから。75%やから。すごい。メントスコーラってさ、メントス以外のある多孔質みたいな。多孔質だったらいいんで。そうそう、そのラムネが多孔質かどうかわかんないんで。まあまあまあ、結構もうお菓子系だと思う。やってみるっていう手はあると思う。ほぼメントス一択みたいな状態。じゃあやっていきましょう。なったらちょっと。わあ、地味。気持ちいいっすね。炭酸抜けした。はい、これ全部、はい、全部おじゃん。全部おじゃん。全部おじゃん。おーい。なるやん。やばい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 。大事な動作。あーあーやばいこれ。最低最低だぜ。やばい。え、そのメントスコーラおもろいな。キチがいい。はい、キチがいい。外が溶けないの。溶けない溶けない。あ、全然ですけど。瞬間のこの、あの掃除する時間めっちゃ無駄やからね。そうやね。でも、ね、わかりました。ちょっとすぐ出てこなくて、ちょっと検索入りました。さようなら、元の動画だって考えさせてくださいね。あ、そんなことされてました。というわけで、というわけで、鼻を誰にも言わずに一人で YouTube の企画撮影してるドッキリでした。どこにカメラ。だから僕はずっと知ってました。俺カメラずっと探してたけど。え、あれこっちやん。いや、こんなとこにあったやん。マジで。え、こっちっすよね。あ、俺マジで気づかなかった。俺あの、今からなんか始まるぞーとしかならへん。やっとこれ、ホレそんな頑張ってるんですか。なんもないと思う。え、これ、なんですか、セクターの蔵ですか。これ、メインチャンネルじゃないですか。これ、編集絶対花尾さんっすよ、マジで。